マルタイ、レンジで皿うどん、固い焼きそばです。揚げ麺にレトルトのあんかけがついています。麺は細く、結構な香ばしさがあります。最後の方は水分を吸って柔らかくなりますが、この食感も悪くないです。ソースは多少レトルトっぽさがありますが、特に気になるほどではなく自然な食感です。玉ねぎがたくさん入っており、歯ごたえはリアルです。イカはもっといっぱい入ってほしいです。味に大きな不満はないのですが、値段はちょっと高いと思います。